1948から1949シーズンのバーはアメリカ合衆国男子プロバスケットボールリーグバーの3回目のシーズンである。バーとは1946年6月6日に設立された全米プロバスケットボールリーグであり、現在の NBA の前身にあたる。バーはシーズン終了後に NBA と名称を変更するため、このシーズンが バー最後のシーズンとなる。シーズンは1948年11月1日に始まり、1949年4月13日に全日程が終了した。ドラフトでは、アンディ・トンコビッチが、プロビデンス・スチームローラーズから全体1位指名を受けた。またドルフ・シェーズ、ボビー・バンツァーが指名を受けている。ドラフト以外では、ハリー・ギャラティン、ジャック・コールマン、 ビル・ガボアが NBA 入りしている。バーのライバルリーグ NBL からミネアポリス・レイカーズ、フォート・ウェイン・ピストンズ、インディアナポリス・ジェッツ、ロチェスター・ロイヤルズの4チームが加入し、チーム数は12に増加した。特に NBL の前期チャンピオンチームであるミネアポリス・レイカーズの加入は大きかった。当時のレイカーズには、バー最初のスーパースターであるジョージ・マイカンが、 所属していたのである。前期48試合に減らされた、レギュラーシーズンは60試合に戻された。各デビジョンから上位4チームがプレイオフに進出できる。1969から70シーズン以前はアベレージよりも通算でスタッツリーダーが決められていた。プレイオフ出場権を与えられるチームが8チームとなったため、 変則的なトーナメント方式が改められ、全チームが1回戦から参加する方式に変更された。デビジョン決勝までは3戦2勝制であり、ファイナルのみが7戦4勝制となった。ジョージ・マイカン要するミネアポリス・レイカーズが圧倒的な力を見せつけて優勝する。ワシントン・キャピトルズはマイカンにボーンズ・マッキーニーを当てるも、まるで歯が立たなかった。この優勝は、 レイカーズ王朝時代の到来を告げるとともに、優秀なビッグマンの獲得こそが成功の道であることを知らしめた。ありがとうございます。